僕は多分このまま一生過ごすと思うので、一緒に新井先生が死んだらそれを見とって、今 先に死ねるんだったら僕の方が先に死にたいですけどね。多分これ以上感性とか価値観が合う人って現れないと思います。考えられないです。今自分が向かっていることはあまりにも道しるべがないことばかりですけど、壁といえば壁なんで、全部それにぶつかっている最中なんだろうと思いますが、孤独でさえなければいいんですけどね。大抵の人は何かにぶつかるときに一緒にそれを乗り越える同じような人がいるんですけど、今一番自分を不安にさせるのは、男を好きになる限りゲイにならなければならないのかなっていうことです。コウ君はゲイです。でも自分はゲイとは違う何かなんで、ゲイになるっていうことがよくわからないわけです。コウ君ご飯だよ。アシスタントとして10年間同居生活をしているコウ君は、かつて専門学校の生徒でした。そして今ではコウ君も学校で教えています。起きたかい？起きました。もうパン焼けてるよ。今日はね、トウモロコシ作ったよ。朝からトウモロコシ食べれる？食べれるかも。僕の影響ってやっぱりあると思うんですよね。もうちょっと破天荒に生きてた人なので、ちょっと僕のその初対人見た感じがだいぶ家庭的にしてしまったところはあるかもしれないんですけど、そうです。だって一緒に暮らし始めた頃、冷蔵庫の中ビールしか入ってなかったんですよ。今野菜いっぱい入ってますけど、ビールしか入ってなかったんです。この中